激安暴走シートでクラピアが痛恨するか実験していました。今回使ったシートはクラピアの専用品ではなく、国家園で販売している激安の透水暴走シートです。専用シートの3分の1程度の値段で専用品と同程度の性能が出せるか、実際にクラピアを植えて実験していました。透水性や施工性については過去の動画で紹介しているので端折りますが、ここまでは問題なく使用できています。早速雑草抑制について見てみましょう。ご覧の通り、敷設してから2ヶ月ほど経ちますが、下から雑草が突き抜けてくるということはありません。また飛来種子が落ちてシートの上で発芽しているということもありませんでした。初期の段階では一般的な防草シートと同程度の性能は持っていると思われます。はい、次に本題の通行性です。クラピアは今年の春に植えた K5 です。順調に育ち、ここまで広がってきました。パッと見は生育状況も良く、緻密に広がっている感じです。痛恨不良時によく見られる木質化したスカスカのランナーは今のところありません。軽く引っ張ってみても抵抗感があるのでシートにくっついているようです。確認するためにシートを剥がして下から見てみましょう。めくってみると奥までシートを剥がすことができません。どうやら根が土に刺さって活着しているようです。ちょっと無理に持ち上げてみます。手前側はまだ根が短いので土から離れて持ち上がりました。するとご覧の通り、クラピアの根は防草シートを貫通していることが確認できました。もちろん G 植えよりは少ないです。でもこれは専用シートにも言えることなので、シートを併用した場合はやむを得ないことになります。これだけ根が出ていれば十分です。広がればもっと根の量が多くなってくるでしょうから、シートの浮きも抑えられ、平滑な状態になると思います。シートは使い方を誤ると専用品でも痛恨不良が起きます。原因の多くはシートが土に密着せず乾燥状態になっていると発生します。これについては確実に直せる方法が今のところありません。今回一般の防草シートを使ってみても分かったのですが、やはり乾燥状態を防げば根を伸ばしてくれます。透水タイプであれば湿潤状態を保ってあげれるので、クラピアは根を下ろし、こうして貫通してくれます。なのでシートはそれほど高価なものを使用しなくても、きちんと敷くことに重きを置いて DIY が不安ならば、多少お金がかかっても外交屋さんに頼んだ方が良いと思います。なお今回は実験でシートを敷きましたが、実験が終了したら剥がすつもりです。理由は寒い地方ではシートがあると春の芽吹きが極端に遅くなるからです。シートで雑草を抑制するか、クラピアの密度を上げて抑制するかは、その地方の温度条件にもよりますので、シートを併用する際は十分に下調べをしてください。不安であれば買う前に販売店に聞いて、使うシートの種類や施工方法を確認するようにしてください。はい、以上で今回は激安防草シートでクラピアが痛恨するか実験していましたでした。クラピアチャンネルではこうした実験を通してクラピアの情報を引き続き発信しています。ぜひチャンネル登録してお楽しみください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。